けし人形に吹き見上げ、はい、朝かさっさ秋田節、はい、ありがとうございました。いや、素晴らしい歌声から始まりました。火曜椎名ちゃんといえばこちらのコーナー、花ちゃんと歌おうです。本日は民謡大好き仲良し家族ということで、今日はですね、大川明美さん、はい、そしてなんとですね、お孫さんの峰脇海斗くんにスタジオにお越しいただきましたなんと海斗くんは今夏休み中ということでね、はい、特別に遊びに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずはですね、元気なお声をお聞きしたいので自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、お名前は峰脇海斗です。何歳ですか。8歳です。ありがとうございます。じゃあ次、明美さんお願いします。はい、大川明美です。はい、何歳ですか。歳、はい、はい、よろしくお願いします。8歳プラス歳です。よろしくお願いします。本日はですね、こちらに8月18日先ほどもね、オープニングでお越しいただいてましたけれども、第2回小野花子杯っていうのがありましたが、明美さんもご出演されていたと、はい、いうことで、はい、なんとその VTR がまたこちらのご用意されているということです。はい、いや、やめますか、じゃあ見ましょうかね。はい、ご用意されているということなんで、はい、ありがとうございます。はい、大川明美さん、秋田市にお住まいの大川明美さん、今この素敵なお衣装を身にまとって コンクールの方に出場されたんですね。そうです。この後もこのスタジオで明美さんに歌を歌っていただきますけれども、はい、その時とはまた違う歌を今日歌っていただくんですかね。いや、同じのにしようかなと思ってます。ああ、そうなんですね、うん、はい、ぜひともじゃあその後ちょっとお楽しみにさせていただきます。はい、じゃあこの後です、ちょっといくつか皆様に、まあ、海斗君と明美さんにちょっとねお話をお聞きしたいんですけど、まずはですね、普段どんなところでこの民謡というのを歌っているのかというお話をお聞きしたいんですけれども、海斗くんから質問をちょっと聞こうかな。海斗くんはどんなところで普段民謡を歌ってるんですか。東洋会とかの。東洋会という会があるんですけども、うん、はいはい、私がそこで練習してるんですけども、うん、ついてくるって言って、で一緒に来て一緒に三味線ちょっとこう触ってみたり。え、三味線も弾けるの。弾ける。すげえ。自己流、ね、まだ教えてもらってるとかじゃないので、おうおう、自分で音を探してやる感じ。すごい。だけど今日ちょっとダメだから。いや、来たかった、ね、前回この花ちゃんと歌おうのコーナーにお母様出ていただいてましたよね。あ、そうです。そうですよね。はい、でそのじゃあお母さんとご一緒にも、じゃあその東洋会の方に、まあ、付き添いで来てもらってたのかということなんでしょうかね。今日はちょっとスタジオのちょっとすぐ外の横にね、はい、来ていただいてますけれども、今日はババのババ、ババババのババって何。ひいじ、ひいばあちゃん。あ、ひいばあちゃん。お、来てきた。お母さん、そうです。まもなく生まれるんだ。生まれるの、いい子供んでね、はい、ね、妹とか弟とか今ちょっと映されてますけどよろしくお願いします。ね、あ、じゃあこちら、この明美さんもご自身もご一緒にその東洋会で普段民謡をそこで歌っていらっしゃる。結局ついてくるっていうのから始まって、うん、歌うようになりました。あ、そこでこう、まあ、聞き覚えというか。そうです、そのまんま、その声を聞いて、うん、すごいな。え、じゃあ明美さん自身は民謡っていつからやってらっしゃるんですか。私は昔、うん、バスガイドをやってたので、その頃、まあ、適当にこう歌ってたんですけども。バスガイドの案内と一緒に、うん、そうです。で、その後私のそのこの海斗くんのお母さんが民謡を習いたいっていうのがきっかけで、はいはい、私も一緒にやろう。だからもうみんな元を正せば私は娘のおかげで民謡を始めたっていう。あ、そうなんですね。はい、じゃあぜひともですね、海斗くんにお聞きしたいんですけども、この民謡というのはどんなところがこう、まあ、好きですか。大きな声を出せるところ。おー、なるほど。花ちゃんもね、すごい声量ドーンと出ますもんね。うん、そう、それが一番だもん ね、うん、じゃあぜひともですね、その大きな声を出せる民謡ですね、海斗くんに今日はぜひ歌を披露していただきたいんですけども、はい、海斗くんに歌っていただく歌というのは何でしょう。今日は何を歌ってくれますか。
紅花摘み歌です。紅花摘み歌、はい、こちらの方じゃぜひともですね、海斗くんに披露していただきたいと思います。なんか一等になったんだって、はい、あの7月に山形県で紅花摘み歌の大会があったんですけども、はい、それの年少の部に出場して、素晴らしい、見事優勝しました。でもあの花子さんの CD の歌を聞いて覚えて歌ったんですよ。聞き覚えして、そうです、偉い。じゃあぜひとも、じゃあそれを早速海斗くんにですね歌っていただきたいと思います。じゃあ、はい、海斗くん、じゃあ立っていただいて、はい、1番、うん、じゃあ紅花、はい、じゃあ海斗くんでですね歌っていただきます。紅花チーム歌です、どうぞ。はい、どうぞ。千歳山からな効果の種まいたよ、あシャンシャン、それで詰ましゃれ、はい、素晴らしい。いい歌声でしたね、花ちゃん ねやっぱりこういう男の子はね、途中でこういつ声変わりするかわからないんですけど、うんうんうん、今のうちってね、やっぱり女性の声と同じ声出るんだ、素直ないい声だね。綺麗な声でしたね、うん、じゃあぜひとも、ね、続いてですね、あけみさんにも歌を一曲ちょっとね、はい、歌っていただきたいんですけども、はい、あけみさんが歌っていただくのは何ていう曲でしょうか。じゃあのこの間、はい、花子杯で歌わせてもらいました長持ち歌を歌いたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。あけみさんで、ではですね、秋田長持ち歌です。では皆さんお聴きください、どうぞ。ちょ、はい、花よと長持ち歌歌っていただきました、はい、じゃあ今日ですね、この花ちゃんと歌おうというコーナーで毎回このゲストの方にですね、花ちゃんに歌っていただいた曲をリクエストするというのもあるんですけれども、はい、お二人が花ちゃんに歌っていただきたい曲というのは何でしょう。この後、うん、本庄追い分けという大会が9月にあるんですけども、はい、そこに今回挑戦するということで、海斗くんが、うん、今あの花子さんの CD を聴いて、あ、なるほど、覚えている最中なんですが、はい、CD ではなく、うん、生歌で、ね、ぜひ先生の歌を聞きたいということで、何の歌がいいんだっけ、うん、花子先生に何を歌ってもらいたい。本庄追い分け、うん、はい、じゃあ本庄追い分けをよろしくお願いいたします。あ、そうですか、はい、お願いします、はい、それでは歌いますよ、はい、はもう、これ9月の大会も頑張りますね。頑張ってね、2番まである、
2番まであるもんな。あとはいい。じゃあ最後にですね、この花ちゃんと歌を出ていただきました海斗くんと明美さんそれぞれからですね、まあ感想で一言ずつ述べていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ海斗くんから。どうでした？すごい緊張しました。はい、明美さんは？私はもうお囃子をしてもらって感激です、うん、長持ち歌の、はい、感激してます。またぜひともこちらの方に、ね、スタジオの遊びにいらしてください、はい、お待ちしております、はいはい、ありがとうございました、はい、この花ちゃんと歌を民謡大好き仲良し家族ということで、はい、大川明美さんそしてお孫さんの峰脇海斗くんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。では最後はまたいつものですねエンディングは花ちゃんと歌をで締めさせてもらいます、はい、ぜひともエンディング花ちゃんと歌で締めていただきたいと思います。はい、はいはい、やっと成功ら秋田温度です。はい、北がさっさあどっこいさっさあどっこいな。はい、明日の椎名ちゃんは雑紙で作って遊ぶ工房雑紙ランド2024、暮らしの保健室よりかかりつけ保健師を紹介、子育て交流室9月のイベント情報以上をお送りいたします。明日椎名ちゃんもぜひご覧ください。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。